いろいろなバリエーションの続きです。まずは立ち上がってください。そして歩くときのように両手を振ってみてください。右の腕と左の腕の重さの違い、動きの違いをまずはチェックしておいてください。どっちの腕が軽くてどっちの腕が動きやすいのか。ではチェックが終わったら椅子に座って浅く腰掛けてください。膝と膝、足首、足先が同じ幅になるように、そして背筋を伸ばして背が少し高くなるような形で座ります。肩の力を抜いてこの状態から少し厳しいようでしたら自分にとって都合がいいところまで崩してください。では動きを始めていきます。まずは呼吸に注意を向けてください。鼻から息を吸っていますか、口から吸っていますか。吐く長さと吸う長さは同じでしょうか。呼吸に注意を向けながらプレゼンクラスの繊細な世界に入ってきてください。では両方の腕は体の横にぶら下げておいてください。もちろんそれがきつかったら自分にとって心地よいところに置いておいてください、ね。右の肩を天井方向にゆっくりと上げて、そして今のところに戻します。右の肩だけを動かしていきます。上げている途中で何か引っかかりありますか。どこかで何かがサインを出したらすぐに動きを戻してください。最初の場所にとどまっていますか。なるべく頭は静かのまま右の肩だけが動くような動きを工夫してみてください。では右肩の動きを一旦やめて、今度は頭を右に傾けて右の耳が右の肩に近づくように頭を右方向に傾けて、そして戻ってきます。左の肩は動きますか。右の肩は何かしようとしているでしょうか。頭だけが動くようなことは簡単に調整できますか。では今度頭が真ん中に戻ってきたら右の耳と右の肩を近づけて、そして今のところに戻ってきてください。頭を右に傾けて右の肩を天井方向に引き上げていく、その動きを2つ一緒にやっていきます。
は肩の動きを中断して頭を左に傾ける動きに移っていってください。真ん中から左へです。ざっくり痛くない範囲で頭を左に動かしていきます。首や肩、胸、腕、体のどこかに引っかかりができるようでしたらすぐ動きを反対方向にしてください。では左側で耳と肩を近づけます。右腕は体の横に
伸ばしたところから左手を頭に乗せて、今度は体を左方向に曲げていって戻します。左肘が真横の床に近づいていって、そしてまた降りていきます。左右の座骨、お尻が浮かないように、右のお尻が浮きそうになったら動きを小さくしてください。このポジションで体を左に曲げていくとき、左右の脇腹はどっちが動きやすいですか？では手を交代してください。右手が頭の方に来て、左手をぶら下がったままで、そして体を左に傾けていって戻っていきます。左です、左です。右の肘が天井方向に近づいていて、左手は床方向に落ちていきます。天井を見たり床を見たりしないように、体が真横に動ける範囲を探してください。体の横曲げです。なるべくねじらずに横に曲げていきます。今左右の脇腹はどのぐらい伸びやすくなってますか？呼吸を止めずに、では全ての動きを止めて工夫を放り出したら背もたれで休みます。もし手を頭の上に乗せるのが大変だったら、顔や耳のところに手を置いて、楽に頭と手が一緒になる場所を探してください。そして体を横に曲げてください。手を頭の上に乗せるのが目的ではないので、楽に動かせる範囲で体の横曲げのために手の楽な場所を探してください。というわけで、浅く腰掛けたところに戻ってきたら、両方の手を頭の上に乗せます。頭のてっぺんでも、難しければ両方の耳をつかんでも、ほっぺをつかんでも、どちらでも結構です。自分にとって楽に頭の上に手が乗せる、頭と手がくっつく場所を探したらそうです。右と左に体を横に曲げていってください。真横に曲げていくというのが狙いです。脇の下や脇腹や腕の付け根から肘までが長く伸びていく。そう、片方のお尻が床から浮きそう、椅子から浮きそうだったら、上半身の動きを小さくしてください。お尻はずっと椅子の上に乗っかったままです。右に、そう、手は重ねても離れてもどこに置いても構いません。息を吐きながら何をやっていますか？息を吸いながら何をやっていますか？では今度真ん中に戻ってきたら、手を下ろして楽なところに置いてから背もたれで休んでください。息をしっかり吐いたりする長さは
もう一度浅く腰掛けてください。両手をぶら下げた位置に戻ります。そして両方の肘を曲げて二度腕垂直、肘から下が水平になるように体の横に手を準備してください。そしてゆっくりと両方の手の指が体の前で近づいてきて、そして離れていきます。肘はずっと体の横にとどまったまま、両方の指先が近づいたり離れたり、肩の力を抜いて、肩、肘を曲げた状態で肘から先だけを動かしています。肩から肘までは垂直、肘から先が水平です。そして問題は背中の方にある肩甲骨と背骨の動きに注意を向けてください。手が開いていくと背中で肩甲骨と肩甲骨が近づいてきて、ほんの少し背骨を前に押し上げるような動きが分かるぐらい手を動かせてみてください。もちろん無理のない範囲で。肘が体の横から離れていくと背中の動きが分かりにくいので、何のためにこの動きをやっているかといったら、肩甲骨と背骨の動きを探るためにやっていただいています。ではこの動きに背中を丸めたり反らしたりする動きを加えていきます。両手が開いていったら少しだけ胸を反らすように、背中を緊張させて引き締めて、そして両手が体の前にやってきたら背中を丸めて、何回も何回も背中を丸めたり反らせたりです。肘はずっと体の横にとどまっています。
背中の丸まったり反ったりする動きは均等でしょうか、それとも腰だけ、胸だけ、首だけ、どこかたくさん曲がっていたり、たくさん仕事をしていないところがあったり、そんな話はありませんか。なるべく均一な滑らかな背骨の動きにしていってください。そう、いいですね。そんな感じで呼吸を止めずに滑らかに背骨を柔らかく使っていきます。もちろん体のどこかで引っかかりや邪魔が出てきたら、すぐ動きの方向を逆にしてください。上げている途中で何か発見したら手を下げて、下げている途中で引っかかったら上に戻っていきます。すべての動きを放り出して両手を楽なところに戻したら、椅子の背もたれで休んでください。
腰でしょうか、お腹でしょうか、そして左右の足、均等に使っていますか。足先が浮いたり、どっちかの足に体重がかかりすぎるようなことのないように、両方の足に均等に体重が支えられるような状態を保って、お尻を後ろに動かしていく、うん、いいですね。そうです、そうです。手と肩と骨盤が水平のラインに並んできます。全てを中断して背もたれで休んでください。椅子と自分との間は自分にとって都合のいい距離にしておいてください。もし部屋の中でいい場所がなかったら、テーブルの上に手をついてくださっても結構です。いろいろな場所で骨盤を後ろに引きながら、手と肩と背中のアーチを作りながら、骨盤が水平になるように動かしていきます。ではもう一度今の場所に戻ってください。立ち上がって前へ右です。今度は両方の手を椅子のシートのところに置きます。そしてなるべく手前のところに置いておいてください。そして両方の膝を軽く曲げたら、さっきと同じように骨盤を後ろ方向に動かしていきます。頭を下げて背中を丸めながら、まずはこの動きをやってみてください。背中を丸めながら、両方の膝を余分に緊張させないようにしながら、今度は背もたれを見るように顔を立てて、背中にアーチを作りながら、お尻を後ろに動かしていきます。胸を反らせて、そうです、そうです、苦しくない範囲で、痛くない範囲で、やりやすい範囲で、楽しい範囲で、お尻を後ろ方向に移動させていきます。足先が浮くようだったら、お尻後ろに下げすぎです。ですから足の裏は体を支えられる位置で行ったり来たりです。背もたれを見るように頭を上げていくと、背中が反りやすくなります。手で支えている肩の間の背骨の動きが分かりやすくなってきます。全ての工夫を織り出して背もたれで休みます。腕がきつい場合があります。体を腕の方に重心を預けてくると、腕が大変疲れてしまうので、体全体で自分の重みを支えられるように少しだけ工夫をしてみてください。ではもう一度今と同じポジションに戻ります。そして右手を背もたれ、左手は椅子のシートに置いてください。立ち上がったら右手は背もたれ、左手は椅子のシート、そして軽く膝を曲げたら、今と同じようにお尻を後ろに、骨盤を後ろに動かしていきます。
方向を縫うような上半身の動きを超ねじってしてみます。そして真ん中に戻ってきます。頭を起こして頭を脇の下から通過される必要はありません。無理のない範囲で視線を右のお尻を見るような感じ、右の後ろの壁を見るような感じで脇の下からそう視線を後ろ方向に動かしてください。では手を変えて今と同じことを体の反対側でやっていきます。ゆっくりと軽く膝を曲げた状態から骨盤を後ろに動かしていきます。そして慣れてきたら左の腕の下から後ろの風景を見るように頭の位置を調整してください。左右差ありますか？右から覗いた時と左から覗いた時では何か違いがありますか？今両方の膝はくっついたりしていないでしょうか？左右の足をバラバラに使いながら動きをやってみてください。すべての工夫を取り出して椅子で休みます。ではもう一度浅く腰掛けたところから今と同じポジションに戻ってください。椅子の方を向いて今度は両方の手を背もたれの一番上にのけてください。軽く膝を曲げて顔は背もたれを見るような位置にして、そしてゆっくりと骨盤を後ろに動かしていきます。下ではなく後ろです。後ろに引いていきます。呼吸を止めずに骨盤を後ろに引いていって、そう背もたれを見ながら、つまり頭を起こした状態でこれをやっていくと背中のアーチが作りやすくなります。この動きがだんだん手と肩と骨盤を床と平行の水平のラインに長く伸びるような動きを作っています。そうです。この時あなたの腕が真上に上がるような状態になっていることに気が付いてください。手を上げるのではなく骨盤を動かすことによって腕の動きを作り出しています。すべての部分を掘り出して椅子に座って休んでください。腕を動かすために首や
から自分のタイミングで立ち上がってください。立ったところで、そう、両方の手を振って、両方の腕はどんな感じ、長くなった感じ、重くなってる、動きが滑らかになってる、動きの違いに繊細になってるかもしれない。では腕を振りながら部屋の中を歩き回ってみてください。いつもと何か違いはありますか？左右の腕の動きは均等でしょうか？相変わらずどっちかの腕が動きやすいですか？日頃の頑張りが発見できたでしょうか？レッスンを終わりにいたします。ありがとうございました。